ボタン駅は台湾にた市総計区にある台湾鉄路管理局議覧線の駅。総計駅が管理する管理駅であった大鉄では数少ない貢献の切符を販売していた。現在は招き子駅と化している。また幹線上におけるに北市唯一の無人駅。ABC ボタンタン鉄道省鉄道停車場一覧 昭和12年10月1日現在、国立国会図書館、p521https コロンスラッシュスラッシュでシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ、ndljp、ピド、120万 7554?abc ボタンシャタン、ボタンタン、大谷タン改め無人、招き子単語大鉄局、シャマサ2017年9月3日。 台湾品化日報台湾省行政長官交渉、交通所鉄事管理委員会台湾鉄事業務統計要欄民国35年度台湾省行政長官交渉、交通所鉄事管理委員会 p ページ h t t p s スラッシュスラッシュ t m n l d t a y l o r w a t t s 102年に北市交通統計年報、に北市政府交通局。2019年6月30日閲覧。103年報拡短客観期喫量、2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄時管理局。104年報拡短客観期喫量、2016年7月5日時点のオリジナルより。 アーカイブ、2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局、105年報拡脚客運気、喫量。2017年8月19日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局、106年報拡脚客運気喫量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄次管理局、 2019年5月5日閲覧。107年報各端客観期、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック、台湾鉄時管理局。2019年5月25日閲覧。108年報各端客観期、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。